僕の名前はケタサン・ミフロヒ、23歳のロシア国民。突然だが、僕はもう限界だ。僕の悪夢は兵役へ参加した時から始まった。この度、北基地に配属されました、ケタサン・ミフロヒであります。おお、兵役はロシア国民の義務だ。僕は力いっぱいそれを果たすつもりだった。けれど僕を待っていたのは集団的な嫌がらせだった。おら、いつまでやってんだ、シンガレー。さっさと俺たちの服を洗濯しねえか。な、はい。なぜか先輩の身の回りの世話をやらされて、もたもたしてると制裁が待っている。基地のルールや任務のいろはについては誰も教えてくれないくせに。何やってんだバカ野郎。すいません。ミスをしたら暴力、さらにペナルティの筋トレをしなくてはいけない。そんな状態では任務をこなせるわけがない。上層部から僕は無能の烙印を押された。ムス・ディノフ、君は士官学校を出た優秀な若者と聞いていたのだがな。申し訳ありません。これは僕のせいじゃなく上官の教えが悪い。そう言えればどれだけ楽だろうか。戻りました。お偉いさんに怒られて泣きべそかいてないか、坊ちゃん。僕にできることは、いつかは改善することを信じて、一つ一つのことを頑張るだけだった。だけど状況は悪化するばかり。おいバカ、また書類を間違ってんぞ。そんな、ちゃんと記入しましたよ。ほら、副社も取ってます。なんとか仕事を覚えたら、奴らは僕のミスを捏造し始めたんだ。うるせえ、口答えすんな。自分の正しさを主張すればするほど理不尽な暴力が僕を襲った。こんなことが毎日続けば当然心だっておかしくなってくる。どうして僕は嫌われるんだ。何かみんなの気に障ることをしたのか。何をしていてもこんな疑問が頭を離れない。そもそも僕に悪い点があるならどうして言ってくれないんだ。2ヶ月経っても治ってないなら僕が気づいていないことぐらいわかるだろう。ああ、わかってるさ。僕に非があるわけじゃない。奴らの、ただの鬱憤晴らしだ。たまたま入ってきた新人を標的にしたんだ。それからも僕を取り巻く状況は悪化の一途をたどった。おら、走れ走れ。早く終わらせねえと、ここへ死んじまうぞ。僕だって何もしなかったわけじゃない。本当にひどい境遇に置かれています。このままじゃ兵役なんて無理です。その程度な軍ではよくあることだ。我慢できずに軍事当局に助けを求めても相手は取り合ってくれなかった。本当は今すぐにでも何もかも放り投げて逃げ出したい。ケタさん、お前は私の誇りだ。頑張ってこいよ。でも僕を笑顔で送り出してくれた父を思うと、そんなことは絶対にできない。そうして父の言葉にすがりながら必死に耐えていたある日のことだ。ムス・ディノフ、お前には今日から3日間眠ることを禁じる。え、一瞬何を言われたのかわからなかった。注意、国防省は徴集兵を3日以上継続する任務に就かせることを禁止しています。うるせえ、これは任務じゃねえ。たるんでるてめえにカツを入れるためだ。こうなっては何を言っても意味はない。それからの日々はただただ地獄だった。くそ、くそ。睡眠時間だけが唯一の安らげる時だったのに。時間が経てば経つほどどんどん自分が壊れていくのが分かった。徹夜も3日目になると頭にもやがかかるようになっていた。眠い、寝たい。どうして僕はこんなことをしているんだ。何を考えても出てくるのは睡眠のことだけ。そんな中、僕の前に誰かが立った。誰なのかもう顔も見分けがつかない。たるんでんじゃねえぞガキ。とんだ玉なし野郎だ。こいつを産んだ親もろくでなしのクソだな。その言葉がきっと引き金だったのだろう。はあ、初めて知ったよ。本当に人を殺すと決めた時は怒りは感じないんだな。消えろ。お前、助け。目の前にいるのがただのものに見えるんだ。だから引いた。引き金はとても軽かった。その後のことはあまり覚えていない。なんか汚えクソ虫を駆除したような、してないような。その後牢屋でたっぷり眠った後、どうして上官8名を射殺したんだ。命令で3日間寝てなかったからよく覚えてません。ああそうか、僕は8人も殺したんだ。僕はそのまま拘置所に入れられた。やったことがことなので仕方がない。人を殺したのに後悔していない。僕は壊れてしまったのかな。選択肢なんてなかった。これでいいと思っている自分がいる。